かも。
ツイート。よし、シェアツイート完了。
んさん、いますよ、全然大丈夫です、ありがとう、嬉しいコメントくれて。ビギナーさんだ。ショールームを始めたのが最近なのかな、っていうわけではないのかな。カレンさんはアイドルさんが好きなのかな。バンザイジャパンは知ってくれてる。すごい質問攻めにしちゃった霧島マナ感があるかなとも思ったけど、委員長いいね。ね、委員長っぽい、確かし。そう言われると。少しパジャマを削って制服でいたらいいんでない？いや、この制服でいたい気持ちもあるんだけど、すごい今可愛いから。でもパジャマも着たい見せたい。さっき買ってきた。大人パジャマ。七変化、得点権の配分に絶賛迷い中を。増やしちゃえ増やしちゃえ増やしちゃえ。カーゴさん、具体的ごめんね、そうちょっとカーゴさんのデジャメ字荒いかもしれないわごめん、昨日のやつごめんね。リマさん、特定の衣装もお任せしますね。全部お任せでいいの？港リマ七変化中、イベント後半から自分でも何を頼んだか覚えてない覚えてない。あ、そうだ、そして私の親友がね、親友がデジ写メ1枚買ってくれたみたいで、今通知が来たありがとう我が親友。感想を待ってるよ、ワンマンの。ちょっと今はいないかもしれないけど。最近始めました、バンザイジャパンも知ってます。そうなんだ、アイドルも好きです。おー嬉しい。バンザイジャパンは何をきっかけに知ったの？誰推しとかはあるのかな。イベント後半から自分でも何を頼んだか覚えてないやべや、それはやべや。あ、名前出てこないけどキャラでいたな。いたいた。次は大人目パジャマ。そう、大人目パジャマだよ。大人のパジャマか。大人のパジャマ、大人パジャマ、大人目パジャマだよ。薄いだが確認必須のこと。特典券注文でコンビニ決済を選んだ場合は23時59分までの、そうですそうですそうです、コンビニ決済の方は23時59分までの入金がないと無効になりますね。お支払いがお支払いまで完了していて初めて OK、 あの有効になります。そうだ、てっちゃんはいつもコンビニでね駆け込んでくれるもんね。知ってるよそうなんです、皆さんお気をつけください。コンビニ決済選択の方は23時59分までです。アイドルも好きです。カレンちゃん、ちゃんなのかな、カレンくん、男の子って場合もあるかもしれないからね。女の子、女性なのかな。大人パジャマお楽しみにです。あ、今何時何分、もう入れ替えの時間。え、入れ替えというか、いや本当にね、カゴさんのデジ写メを書かないと書かないとね、やべややべやのか。ちょっとだからね、パジャマのスタートはもろもろ出来次第になるので未定だけど、気持ちとしては30分くらいには始めたい。今23時、お、ぴったりじゃん。じゃあちょっとマリママ、マリがこっちの制服着ちゃったよ。でも院長の方が近かったも、近かったかもね。配信はこれにて終了しますえ、可愛くない？めっちゃ絵も可愛い。これまた着たいすごい、やっぱ嬉しい。好きなアニメの着れるって嬉しいね、やっぱり。今日カードキャプターさくらとかも買おうか迷ったけど、ちょっとねやめちゃった、あの予算がなくてやめちゃった。うんうん、ダメ押しの追加のリマジュ、夜ありがとう。リマジュ、リマジュ、10枚ってこと。リマジュありがとう。公式ホームページからです。え、公式ホームページを見てバンザイジャパンを知ったっていうこと。
すごいアイドルを検索しててとかそういうことなのかな。あ、でもちょっと今一旦この配信終わるんで、またよかったら来て。また、30分後くらいかな。そう。に配信始めるので、カレンちゃんまたよかったら後でもう配信来てください。次は大人パジャマです。今ね、そう、グループの中で京都、名古屋に遠征に行くための選抜メンバーを決めるための、競争をしてるんですよ。争奪戦イベントをしてて、今日が最終日なんです。左上のバナーから港リマの特典券購入して、いただけるとね、その選抜メンバーになるための応援になります。特典券の販売枚数でランキング上位9名が選抜メンバーになれます。港リマの特典券を買って、港リマの特典を頼んで応援をお願いします。最後までよろしくお願いします。23時59分に支払いまで完了した分が反映されます、ポイントに。よろしくお願いします。桜みたいね、見せたかったよ、私も。友枝小学校で、了解しました。支払いに行くため少し早く離れます。はい、我がポンコツスマホ、家の外では受信。そうなのか、不能なので。ありがとね、本当に。完了してきてね。コンビニ、夜遅いからお気をつけて。それではこの配信終了します。次の配信は、パジャマ配信23時半くらいから始まるかなと思います。頑張れれば、私が頑張れれば。頑張ります。待っててね。最後まで、もういよいよラストです。23時59分で、本日のイベント、選抜イベントが終了します。ぜひ応援の方の最後まで、最後の1分1秒までよろしくお願いします。ちょっとでも1分1、ラスト1秒とかに駆け込みは怖いから、早めにお申し込みしてね。特典買ってね。ありがとうございました。またねー。また後で。